皆さんこんにちは。白龍シリーズ、極道の紋章シリーズなど、様々な V シネマに出演している俳優の白龍さん、近年は企画や制作総指揮を務めることも多く、クリエイターとしての一面も見せています。今回はそんな白龍さんの自宅や私生活について調べてみました。一緒に暮らす家族やこわもてと噂のマネージャーについても見ていきましょう。まずは白龍さんのプロフィールを紹介したいと思います。白龍さんは本名を伝定一と言い、1952年10月3日生まれ、佐賀県伊万里市の出身です。白龍さんの自宅はすごい豪邸という噂があります。テレビ番組で何度か紹介されたことがあるため、中の様子を見たことがある人も多いようです。何でもお風呂が3つもある家なのだそうです。V シネマ界のレジェンドとも呼ばれる大ベテランの白龍さんですから、自宅が豪邸だったとしても不思議はありません。白龍さんは自宅の場所についてあまり詳しく語っていないようです。ですがネット上では世田谷区の下北沢という噂がありました。この噂は信憑性が高いと思われます。なぜなら下北沢で白龍さんを見たという証言は SNS にたくさん投稿されていました。タレントの有吉弘行さんも下北沢のサウナでよく見かけることをラジオで話していたそうです。自宅が下北沢にあるなら、こうした目撃情報が多いのもうなずけます。近所のお店などをよく利用しているため、多くの人が見かけているのではないでしょうか。白龍さんはお笑い芸人のマグマンペイさんが開設した YouTube チャンネルに出演し、下北沢のサウナについていろいろと語ったこともあります。ちなみに事務所であるオフィス白龍も住所は世田谷区です。噂通り下北沢に住んでいるなら、事務所への通勤のために長い時間を費やすことはないのでしょう。白龍さんといえばサングラスがトレードマークです。自身でプロデュースした商品もあるそうです。そんな白龍さんの自宅にはサングラスが大量に保管されているのだと言われています。100以上というのは確かにすごい数です。たくさんのサングラスをディスプレイしておくとなると、広いスペースが必要になるはずです。その点からも白龍さんの自宅が一般人の家とは違うことがわかります。ちなみに V シネマの撮影などで使っているサングラスは自前のものが多いのだと言われています。自慢のコレクションの中から役に合ったものを選んで使っているのでしょう。白龍さんは既婚者であり、奥さんと2人の子供がいるそうです。テレビ番組などでたびたび家族が紹介されているようなので、分かっている情報をまとめておきましょう。白龍さんの奥さんは名前などの詳しい情報が公表されておらず、一般人と思われます。年齢は白龍さんよりも2歳年上だそうです。姉さん女房ということはかなりしっかりした女性なのかもしれません。仕事では怖い役を演じることが多い白龍さんですが、家では奥さんに頭が上がらないということも考えられます。ちなみに焼肉店で白龍さん夫妻に遭遇したという有吉弘行さんは少しヒヤッとしたエピソードを語っていました。さらに焼肉店で有吉弘行さんが、なんだこのカバン邪魔だな、ちょっとどけてよと言ったら、白龍さんの奥さんのものでめちゃめちゃ危なかったと白龍夫婦と意外な場所でも顔を揃えたことを明かしています。ですが予想に反して優しく接してくれたそうで、とても安心したのだと言います。どうしても白龍さんの役のイメージが強くなってしまいますが、実際にはごく普通の夫婦なのでしょう。白龍さんには息子さんと娘さんがいるそうです。息子さんは俳優として活動している他龍河さん、日本ヤクザ抗争史巨大組織分裂、極道の経典シリーズなどで父である白龍さんと共演しています。娘さんの名前などは分かっていませんが、仕事はヘアメイクアーティストとのことです。芸能活動をしているわけではないものの、芸能人のヘアスタイリングを担当しているのであれば父や兄と近いところで働いていることになります。仕事先で親子が揃う機会も意外と多いのかもしれません。白龍さんのマネージャーにはこわもてでイケメンという噂があるようです。バラエティ番組相席食堂に出演した際の食事シーンですが、その時の残っている画像を見ると確かにまるで俳優のようです。白龍さんと同じくこわもてなので2人並んでいるとすごい迫力です。
この食事シーンは今出所してきたみたいといじられていました。 V シネマで大活躍をしている白龍さん、そんな白龍さんは一言では語れない波乱万丈な軌跡をたどっています。白龍さんは在日朝鮮人の両親のもとに生を受けました。白龍さんはごく普通の少年時代を送り、高校は陶芸の町ということもあって陶芸について学ぶことのできる学科があった有田工業高校に進学します。白龍さんはそこで音楽サークルを結成し、やがてアマチュアバンドにまで発展します。高校卒業後、白龍さんはプロになるために上京し、2年ほど音楽活動をしていました。しかし白龍さんは東京にて生涯の伴侶となる女性と出会い、その女性と結婚したのを機に故郷に帰りました。帰郷後、白龍さんは家業を手伝いながら生計を立てていましたが、チェロに一目惚れして九州交響楽団のチェロ奏者に指定するなど音楽に関しては強い未練を残していました。そのこともあってか、白龍さんは26歳の時に再び白龍バンドを結成し、本格的に音楽を再開させます。翌年の1979年に白龍はシングル EP アリアンの歌にてデビューを果たし、これを機に活動の舞台を再び東京に移します。そんな中、1980年に韓国にて軍事クーデターに対する抗議デモを武力鎮圧する甘樹事件が発生しました。自身が在日朝鮮人ということもあって白龍さんはこの事件を人事とは思えなかったとのことであり、このことを歌った甲州シティをリリースします。しかし当時の前途韓政権から日本政府に対してかなり強い圧力がかかったとのことであり、ファーストアルバムのシンパラムは発売禁止処分を受けることとなりました。そのことは当時の白龍さんにとって大きなショックであり、しばらくの間はライブを中心に日本中を駆け巡る日々を続けました。またニューヨークワールドロックフェスティバルにもたびたび呼ばれるなど、白龍さんの活躍は日本だけでなく世界中に広まっていきました。そんな中、かねてから交流のあった映画監督の蔡陽一さんから俳優への挑戦を打診され、白龍さんは1984年にいつか誰かが殺されるに初出演を果たします。その後も1989年にその男凶暴につきに殺し屋清弘役で出演するなど活躍を続け、同年には TBS 愛し方がわからないにて地上波デビューを果たします。1996年にはセラフィムの夜に出演し、翌年には V シネマの泊まり木ブルースにて初の主演を務めました。そして1998年には白龍さん自身が V シネマで主演を務めることが前提で連載が始まった白龍に当初の予定通り主演を果たし、 V シネマでの地位を確固たるものにしました。なお音楽活動は V シネマでの活動が忙しくて一時期休業していましたが、1999年に再開しています。そんな白龍さんですが、ネット上では足を切断したのではないかという噂が流れています。しかしそれは全くのデマであり、白龍さんは2023年現在でもご体満足です。そのデマの理由となっているのが2021年に公開された映画素晴らしき世界です。白龍さんはこの作品にて主人公と兄弟の契りを結んでいる福岡のヤクザの組長下稲葉章政を演じました。下稲葉は左手小指を詰めているだけでなく、糖尿病によって左膝下を切っているという設定であり、当然 CG 加工されていました。にもかかわらず違和感がなく、 V シネマのヤクザの雰囲気のままであったあたり、白龍さんの演技力がいかに高いのかを証明しています。現在は奥様と順風満帆な結婚生活を送っていますが、以前大塚寧々さんと親密な交際が噂になりました。20年ほど前の話です。また白龍さんはいつもサングラスをしていますが、実は目の病気だそうです。網膜剥離という病気で網膜が腫れてしまい目が見えなくなる病気です。いかがだったでしょうか。今回は白龍さんの自宅や私生活について調べてみました。2013年には日本テレビの有吉反省会にも出演し、自身のサングラス愛について語っています。バラエティ番組でも受け入れられるほどたくさんのエピソードを持っています。白龍さんがリリースした曲が発売禁止になっていたのは少し意外でした。若い頃自身の結婚を機に一度は夢を諦めたあたり、白龍さん以外にも慎重な側面がうかがえます。
最近では V シネマ以外にも活躍の場を広げていますが、さまざまな方面で白龍の活躍が見られることを期待します。白龍さんのこれからの活躍からも目が離せません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。